従業員用の出入り口はこっちなんだ。道理でそこそこ若い人はわーわー入ってくるなと思ったら、そっか、そういうことか。なるほどな。でも他はもうないよな。こっから先はそもそも桜島って埋め立てっていやがって多分確か。だってこの先ドーンってユニバの敷地やもんね。そうだ、またぎようがないよな。なんかあるかな。やっぱユニバ今から帰りのお客さん多そうですからね。ちょっと陽キャに、マウント取られてしまうんで、それはね避けたいな。ちょっとね、さっきまでおったね観光地もね、いや言うてねファミリー層とかいましたけど、やっぱねちょっとねユニバの帰りのね、パリピなね陽キャなね、ファミリー層はね、ファミリー層カップル層はね、山田さんと強いような存在ですからね。いやでもさっき家族連れで行ってね桜島の方に来てる人もいましたけどね。めっちゃ子供はなんかユニバーサルスタジオ USJ で降りる気満々で降りようとしたらクイッて捕まえて、ここちゃうでって、えって、えってなってましたけどね。子供はなんか全然ユニバー行く気満々な感じになってましたけどね。いやーすごいな、あんな高いとこ走っとるんやね。はあ、セブンがあって郵便局とかもあるから、ワンちゃんなんかなんとかなんのかな。北の方に歩いていきや、最悪どうにかなると思うんだよな。サウスウェストで、ああ従業員用のゲートもそんないろいろあるんだ。こっちは車とか搬入用なんだ。なるほどね、すごいな。アトラクションも見えますよ。ああこんな橋までアトラクションいっぱいあるんですね。うわ、あんな体勢でスタートするの、あんな体勢でスタートするの、無理だ、俺絶対無理だ。っていうか メガネが確実にダウンアウトですもんね、あれじゃ。すごいすごいね。で、あ、行ったわ。あーすげえ、すごいですね。三菱倉庫があって、言うてカバンの中身が重たいんできついね。でね、一つ前まではねユニバとかジェップとかがある金屋でになってますけど、やっぱこっちの方に来ると一気に物流の街感が増してきますね。まあ港がありますからね。もともとだって JR もこの桜島って貨物がメインだったはずですもんね。港町とかとね並んで、あで港湾があるんで当然コンテナ積んだトラックトレーラー用にやってくるよと。でそこにローソンがあると、
結構大きく止まってますね。まあコンビニとかもあるし、何より歩道が広いんで全然いいですね。ちなみに今完全に当てもなく歩いてますからね。とりあえずまあ適当に歩いとったら、まあ大阪なんでね、何かしらバス停かなんか出てくるだろうっていう、あのすっげえ安易な発想だけでやってますからね。マイスでもこんだけ歩いてバス停の人とも出てこないってことは、ここはバス路線ないな。メインゲート、あ、メインサービスゲート。へー。あ、こっちか。ああ。裏の搬入口のメインのゲートなのかな。へー。従業員専用なんですね。こんな感じになってますね。暑い。ここは？ここは従業員用って感じじゃないですよね。ここはお客様用のゲートなのかな？そんな感じですよね。車でお越しの方はこっちから駐車場に停めれるのかな。はあ、やっべ、すっげえ汗出てきた。あー、どっかでバス路線走ってるとこないかな。あと思い出したように話しますけど、そういえばさっき高速乗ってきましたけど、あれ少し謎だったのが、中国自動車道とか米子の自動車、米子自動車道か、あの辺り走っとるときは ETC じゃなくて普通に券取ってね、払ってましたけど、阪神高速は ETC 使ってましたよね。なんでしょうね。うん、てっきり阪神高速もね、一般の方で入るかなと思ったら、そっちは ETC の方にゲートに入ってピッと通る。あ、ETC 使えるんやって。さあ、これで野田阪神とか出てきとるから、どこら辺まで来たんちゃう。これが北港通りかな。あ、大丈夫かな。ちょっとガタついてきたぞ。そろそろ熱かいてダメかな。止めよう。さあ、やっぱし私より先にカメラの方が熱でダウンしちゃいましたね。ブレイキングダウンと、いう感じだったんで、また旧カメラの方でやってます。案外4日にかけての撮影ですけど、なんとかなりましたね。まあ512か 512GB のメモリ積んでるんで、言うてやっぱ保存容量はでかいですし、案外道中いろいろと撮ってますからね。これどれぐらいオンエアで使うのか分かりませんけど、うん、わー、これは絶対バス。あれ？バスの姿がある。お、あれ、バスの姿が見えるな。あるぞ。これバス路線あるぞ。よし。
見えたね、今バスの姿が。私は見逃さないよ。これがユニバーサルスタジオ西。一応敷地のもう越えたところまで来たんですね。ちなみに駅かなんかないかだけ一回調べときましょう。渡った先に渡る？こういう感じ？こうか。あれは？USJ 人気やつか。あ、なるほどな。あ、バス停っぽいのがある。私は見逃さないよ。今見えたね。日差しが見えたね。マジか、あるのか。あった。はあ、走ってるよ。ちなみに今16時、おー、16時半分来た。で、西九条に行けるらしい。あー、西九条よし、勝った。北高一丁目、わー、マジかー、あったー。あ、危ねー、土曜日だったら行ってたところだったんだ。よし、これで西九条行けるらしいですよ。ただ気づいてもらえるかな。8分、あと3分。よし、一回止めて。で、多分大阪の市バスやから一個か使えるでしょ。よし、それで行きましょう。運賃210円やもんね。よし。あ、ちなみに時間の兼ね合いですけど、全然日差しは日差しの役割を果たしてくれてませんね。ここだな。あ、ちょっと頭隠れるか。よし。シティバスは前乗りかな。前乗りですよね、多分。というか、分かる位置におらんと、まさか今日こんなところから乗る人なんておると思ってませんでしょうからね、バスの人も。へー、西九条着いたら西九条から先はかかるとか、西九条にさえ出れればとか。よかった、1時間に1本3分で来るって。いやー、この4日目は本当バスに救われてますね。鉄道はちょっと、運転中止になってたりとかって言ってドタバタがありましたけど、ちょっとなんかここ右折レーンすごいですね。川越の23号から、あれか、北西バイパスのところから23号を使うところの右折専用レーンみたいですね。あの伊勢湾岸自動車道でした。あ、来た。よし、これで行ける。よし、前乗り、あ、後ろ乗りか。よし。